口上書は外交文書の一つであり、公式な新書である。国家間、もしくは国家と国際機関の間で交換されるものであり、署名はされない。その内容は、簡単な事務連絡や援助、協力などへの再表明のほか、外交問題案件に対する事実確認や、抗議意思の表明など様々で、外交文書としては頻繁かつ広く用いられている。 口上書はほぼ英語もしくはフランス語で記述され、原本は原則非公開である。書き出しはほぼ定型であり、との前書きに続き、パラグラフを改めて箇条書きなどで要件を簡潔に記述、最後に日付と発出地名で結ばれる。日本国外務省が日本語で口上書を記述する場合も、伝統的に書簡をもって計上いたします。発出者は、 受領者、閣下に対し、工場所の目的を通報する公演を許します。発出者は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かって、敬意を表します。吉田、アチソン交換公文等に関する、交換公文政策研究大学院、大学データベース、世界と日本と直訳風に記述される。ありがとうございます。